IOC 国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長が1年延期された東京オリンピック・パラリンピックについて来年夏の開催が無理なら中止という見解を示しました。イギリスの公共放送 BBC のインタビューに応じたバッハ会長は安倍総理から来年の夏が最後の選択肢になると伝えられていたことを明かしました。さらに世界中のスポーツイベントの日程を毎年変更はできないし、アスリートを不確かな状況にさらしたままにはできないとした上で、安倍総理の考え方は理解できるとして、来年夏の開催が無理なら中止せざるを得ないという考えを示しました。また、組織委員会が3000人から5000人のスタッフを永久に雇い続けることはできないとも指摘しています。無観客での開催の可能性については望んでいないとしつつも、決めるべき時期が来たらアスリートや WHO 日本側と協議する時間が欲しいと述べています。